どうもです。つくもやよ。1月21日、今日の落葉は、ともびき。ともを引くから教授は避ける、朝夕は吉、お昼間は今日。床は、水のと。風呂を表す、影の水。芽を出す準備を始めた状態を示しとる。十二支は、イノシシやね、影の水。木は枝だけとなり、草は枯れる状態を示しとる。ほんで、これ次回も十二支も同じ影の水や世界に、泳ぐような流れは、日は言うて、良くも悪くも勢いを増す行けや。友引きで日はやから、友達巻き込んで、ええように勢い増したらええけんども、逆やったら恐ろしいわな、よう気ぃつけて。まあ、これらを踏まえてどう過ごすかは、あんたさん次第や。ゆるゆると、ええ日になると、ええね。ほな、またねー。